よし、これでログインボーナスキャンペーン全部もらったのである。やっぱ毎日コツコツこうやってクリッピーもらうとな、もう結構な200クリッピー以上はもらえたのかの。これでいろんな素材もらい放題なのであるよ。しかしな、クリップスタジオアセットでな、このクリッピーを使って有料素材を買うというのはまあまあ分かってはおるが、一体何をもらえばいいのだろうってわからないなぁと悩んでおるポンポコリンは多いのではないのかの。というわけで今回は、魔王がこれまでダウンロードしてきて、これは使える、これは皆にもおすすめできるぞという素材を紹介していこうと思うのであるぞ。では実際にクリップスタジオの素材をダウンロードする工程を解説していこうと思うのであるぞ。クリップスタジオのスタート画面、サービスというタブに素材を探すという項目があるので、こちらをクリックもしくはタップをしよう。するとクリップスタジオアセッツと呼ばれているクリップスタジオ公式の素材ダウンロードできるサイトに来たのである。こちらでは無料有料問わず様々な素材がダウンロードできるようになっているのであるぞ。では最初に紹介するのはこちら、仕上げパーティクルというブラシ素材である。こちらはいわゆるパーティクル系のブラシ、様々なものを散布するというブラシになっている。素材は仕上げパーティクル赤緑、そして仕上げパーティクルという2種類がある。これが仕上げパーティクルの赤緑。こちらがもう1種類の仕上げパーティクルになる。ちょっとこの状態だと分かりにくいが、拡大してみるとこの通り様々な色の粒がランダムで散布されているのが分かるであろうか。本当にこう画面の空気内にさりげなく入れたりとか、あとはこの粒の大きさを変更してみたりするだけでも全然雰囲気が変わるので、サブツール詳細の散布効果という項目のチェックを入れておくと、粒子サイズという項目が出てくるので、この粒子サイズを大きめにして改めて散布をしてみると、こんな感じでちょっとこうキラキラホワホワした粒子を散布することができるのである。レイヤーの合成モードは通常にしているが、例えば今散布した状態でレイヤーの合成モードを加算発光にしてみると、このようにキラリと光の粒が舞っているような奥行きのある立体感をあっという間に作り出すことができるのであるぞ。本当にどんな場面でもとりあえずパッと巻けば空気感であったり、この粒子が舞っている感じのおしゃれな感じを演出することができるので、こちらは優勝素材の一つとして非常におすすめなのであるぞ。次におすすめする素材はチェックブラシと呼ばれているものである。なんとこちらは10クリッピーでダウンロードすることができるのであるが、様々なチェック模様を簡単に描くことができるブラシとなっている。なんとこの通り多数のチェック模様がブラシとして使うことができるようになっている。服の柄やタイツやストッキング、背景など幅広く使うことができるのがこのブラシの特徴と言えるであろう。またこのブラシはメインカラーと2つの色を選ぶことで、色のついた状態でこのブラシを使うことができる。足の部分だけを選択した状態でスッと軽くなぞるだけで簡単にタイツの柄を描くことができた。同じように反対側の足も選択した状態でスッとなぞるだけで非常に自然な模様を作ることができるようになったのがわかるであろうか。他にも服の柄などでもな、すごい使えるので、服を選択した状態で軽くこのようになぞるだけで自然にさまざまなチェック模様を追加することができるので、ぜひこちらもダウンロードしてみてほしいのであるぞ。このような汎用的な模様や柄というのは持っていて腐ることのない素材の一つだと思っているので、いざという時簡単に見栄えのする効果を足したいなどの時に非常に役に立ってくれるブラシとなるであろう。次に魔王がおすすめする素材はツインオーロラセットである。こちらは簡単に宝石のようなキラキラとした輝きを追加することができるブラシなので、簡単に見栄えのする輝きを作りたいというものにはまずおすすめしたいブラシの一つである。
今回ちょっと瞳の部分でやってみようと思うのであるが、瞳部分を選択している状態で、先ほどのツインオーロラブラシを選択して、レイヤーをオーバーレイでクリッピングをして適用してみようと思う。使い方は簡単で、こうやって目の中にぐるぐると書き込むだけで、ランダムな屈折や光の輝きを簡単に使うことができるのである。このブラシは大小2つのブラシが入っているので、大きい方のブラシなどは背景などで加算発光レイヤーにした状態で出してあげると、簡単に幻想的でキラキラと輝いた、簡単に幻想的で輝いた背景も作ることができるのであるぞ。これも本当に汎用性の高さという点でおすすめしたいブラシであるし、今時の情報量が多いキラキラしたイラストに特に向いているブラシの一つと言えるであろう。今回最後に魔王が紹介するおすすめブラシは崩すブラシというものである。これはこれまでのものとは違い、仕上げやグリッチ的な効果、これまで紹介してきたブラシとはまた少し違った使い心地なので、実際に使い方を紹介していこうと思うのであるぞ。このブラシを使う際にこのようにレイヤーを統合したイラストを使う必要がある。今回はこの通り、もう一つのレイヤーに絵をまとめたものを用意した。崩すブラシを用意して、崩したいブラシの周りをこのようになぞるだけで、簡単にゲームのバグやノイズのような表現を作ることができるのである。最初は思った通りに崩せないかもしれないが、使い方にはコツがある。画像の何もない部分からスタートすると、このように削れるブラシとなり、絵のある部分からタップして始めると、そこを中心にランダムに画像をコピー複製して貼り付けてくれるというブラシになる。なので適度に内から外から内から外からという風に繰り返していくと、いい感じに画面をバグらせたような表現をすることができるのであるぞ。このようにデジタル的なバグ処理を絵で表現してみたいというものにとっては非常に簡単かつ理想的なブラシだと思うので、こちらはぜひサイバー風であったりデジタルタッチのイラストの加工の一つとして使ってみてはいかがであろうか。このブラシも2種類同梱されていて、一つはこのように小さい葉のように散らしながら絵を崩してくれるというブラシになっている。こちらもまた使ってみると非常に風合いのあるイラストにすることができるので、自分の好みに合わせて絵を崩してみるという新しい作風に挑戦してみるのも良いと思うのであるぞ。というわけで、いかがだったかの？今回は我が今年ダウンロードしてみて非常に良かったなと思った優勝素材を4種類紹介した。もちろんこれ以外にもクリップスタジオアセッツには優勝そして無料問わず多数のブラシや素材、画像、3D 素材などがダウンロードできるようになっている。それを使うことでより豊かなお絵描き表現を楽しめると思うので、今回のようにキャンペーンでクリッピーの使い道に悩んでいるなというものにとって少しでも参考になったのであれば幸いであるぞ。またこういうジャンルでおすすめの素材はありますか？こういう素材の優勝素材って使い道ってどうやったらいいんですか？など、素材の使い道やもっとおすすめの素材を知りたいなどがあれば、ぜひ動画のコメントで書いていただけると嬉しいのであるぞ。ではでは、ナナである。動画のご視聴誠にありがとうナナであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。